注射針を接続した注射筒と注射針の保護キャップ注射筒注射針注射器は液体や気体を注入及び吸引するために用いられる器具の一つである注射器によって生物に薬剤を注入する行為を注射と呼ぶ注射器の多くは注射筒と注射針からなり注射針があらかじめ結合された注射筒を貼り付き注射筒という 針刺し自己防止機構付きの注射器や、一時的で短時間の点滴静脈注射向けの浴場注射針、針なし注射器など、用途によって形態は様々である。注射針と注射筒は、差し込んで接続して使うタイプと、一体成型で製造されているタイプがある。なお形状こそ似ているものの、注射器とは区別されるものもある。例えば、 干潮に用いられる器具で注射灯とほぼ同じ形状の器具は干潮器と呼ばれ注射器とは言わない。また、弾力性のあるゴム製の玉などを用いて注入や吸引を行う器具はスポイトと呼ばれ注射器とは区別される。円筒形の筒と可動式の押しこを有する構造の注射筒が多く用いられる。注射灯の材質はプラスチック、ガラス、金属がある。 針もプラスチック製の注射器も開発されている。ガラス製を除き、おしこの先端部分はガスケット等で機密性を保つようになっている。一般にシリコーン油が潤滑油として用いられている。ガラス製の注射灯は幼児滅菌して繰り返し使用される。目盛りがはっきり見えるようにおしこに着色ガラスが用いられていたものがある。 これに対しプラスチック製注射筒は滅菌して個別包装され使用後は破棄される。プラスチック製注射筒は加熱殺菌できないためエチレンオーキサイドガス滅菌や放射線滅菌が使用される。予防接種などには注射針を使わないハイジェッターが用いられることがある。その形状から鉄砲注射と呼ばれる。日本では1970年代に 小中学校の予防接種で用いられたが、神経繊維の損傷が多発したことから1987年8月に、厚生省の撤収勧告1994年に廃止と使用が取りやめられた。また C 型肝炎など感染症への対策が不十分との指摘もある。2011年10月、アメリカ食品医薬品局も、 インフルエンザアクチン投与に際し、ハイジェッター装置を使わないよう勧告している。2014年5月、新たに開発されたブハリジェット式注射器ストラティスによるインフルエンザアクチン接種の報告があり、ユーバリ注射器と比べて、ワクチン効果、副反応、有害事象に差がないことが示された。 なお、2001年以降、糖尿病患者向けに新たに国産のハリ注射器が販売され利用されている。注射は医療従事者が行うことが基本であるが、慢性疾患、緊急処置が想定される場合に備えた自己注射型の注射器が存在する。注射器の先端に接続する注射針はステンレスが一般的であるが、近年では、 痛みが少ないとされるプラスチック製の製品も開発されている。医療用には安全性確保の観点から使い捨ての注射器が用いられている。他方で大量の医療廃棄物が発生する原因にもなっている。使用に関して厚生労働省から安全対策上の通知が出されることがある。例として針元のカラーコードの統一を図るものがあり、 また注射筒型の医薬品注入器の使用に関するものなどがある。物理実験などで液体や気体の注入、体積の測定、簡単な加圧などに用いられる。有機化学では無水実験や不活性ガス条件で行う実験の際に用いることがある。その場合、有機溶剤で注射器が溶けてしまわぬようガラス製になっていることが多い。注射針は 注射器先端の筒先に取り付けて使用される。樹脂製の針元と針管からなり、針管先端の針先は、鋭角12度、18度となっている。医療用の注射針は2007年4月1日から統一されたカラーコード製品へ移行した。同時に、カテーテルの外形にかかるカラーコードの統一化も図られた。同年10月1日以降は、 統一カラーコード製品以外の色を用いた注射針等は製造・販売できない。注射針、湯液セット、湯血セット、採血用針、翼付け針、血液透析用留置針に適用。古い時代の注射期1844年にアイルランドの医師、フランシス・ラインドが中空の針を発明し、それを使って記録に残る最初の皮下注射を行った。 特に神経痛を治療するための鎮静剤の投与に使用された。1853年にチャールズ・プラバズとアレクサンダー・ウッドは皮膚を貫通するのに十分な細い針を備えた医療用皮下注射器を開発した。1952年にはアメリカ合衆国でプラスチック製の使い捨て注射器が作られた。注射器の大手メーカーとしても知られるテルモは 特殊な注射針であるナノパス33の開発を行い、これの製造販売元であった。また、他の工業はナノパス33の金型成形工程を開発したことで知られている。日本では注射が医療行為か診療の補助行為かをめぐっておかしな状態が長年続いた厚生省医務局長通知により、第二次世界大戦後の1951年に、 看護婦による静脈注射が禁止された。しかし現場では禁止を守っておらず、看護師による注射は日常的に行われており、看護学校でも看護師に注射のやり方を指導していた。禁止が解かれたのは平成14年9月になってからで、長年にわたって違法だが、誰も守っていない状況が続いていた。 ありがとうございます。